今日泊まる部屋なんですよね。これがベッドルームですね。で、なんかこんな感じでいろいろあるんですよ。座敷っていうのかな、ちょっと上がるところもあってね、座る、いろんな充実はしてるんですよね。ちょっとここはそうでもないですけど、眺め的にはここね、海がね見える部屋もあるみたいなんですけど、ちょっとうちの場合は遅くて、海が見えるような部屋ではないところになっちゃったんですけど、まあ、あとですね、ここは洗面所とか、あとね、お風呂が温泉なんですよね、これ。ずっと温泉がね、こう出てるんですよ、ずっと。24時間。だから、まあ温泉にも入れるってことですね。こう、ワンコのケージも備え付けであるってことですね。もうワンコに特化したとこですね、これはね。ちゃんとのご飯、配慮もすごいある感じですかね。ワンコ、なんか、ここら辺はなんかね、パッと今ね、散策してきたんですけどね、ワンコのね、と一緒に泊まれる宿がめちゃくちゃ多かったっす。あと、レストランもワンコと入れるようなところが多いとこですかね。いいと思います。今時ですよね。もしなが聞こえたそうです。先付け前菜、ありがとうございます。いろいろあります。お作りも金目の焼きしゃぶ、揚げ物はエビとかアワビの天ぷらか、あとでお肉もこれから来るんですかね。まあ、こんな感じでもう並んでます。こんな感じですね。いいんじゃないですか。お作り、天ぷら、ね、天ぷら、あとこれが金目の焼きだで、これはいろいろといいありますね。とにかくこれを、これもあるのかな、中に、あ、ありますね、ウニですね。いいんじゃないですか。マスクどこ、後ろで、あとお酒もヘビスと、これはシャルドネですね。これを行きたいと思います。ヘビスビールから。手振る、何回手振るの。いただきます。あ、じゃあこのお作りからいきます。マグロ美味しいですね。ただいきますか。うん、うまっ。エビ天ぷら食べるよ、俺。うん、この気になってるのがアワビの天ぷらというやつを言ってみますよ。アワビ、アワビの天ぷらですって。うん、めちゃくちゃうまい。刺身うまっ。裏面焼いて3秒ぐらい。あ、まだか。え、まだか。裏に皮だけ焼いてる。皮だけでちょっと焼くもん、ね、これが先に。そうか、生でも食えるって言ってた。じゃあこの金目の焼きしゃぶをいただきますよ。今はレモンで、うん、じゃあこのシャルドネもいっちゃいます。今のご飯のところか、うん、うまっ。このウニの茶碗蒸しいきますね。いらないの。ウニもがっつり入ってますけど、うん、いらないの。うまっ。あとで肉くるみたいなんで。これはですね、頬肉だしですね。で、こうのもの、お吸い物、こうですね、お吸い物ですね。こんな感じでいってみようかなと思いますよ。牛の頬肉といってみます。すげえ柔らか、トロトロ感じですね。うん、うまいな。すごい。すごい、シャルドネしか、こんな白米なんだろうな。でも、頬肉だけでそんなに、なんだろう、
あっさりなんですよね。このお吸い物もいただきます。基本的にすべてによって上品な感じですね。うまい。向こうも。これは最後のデザートだし、フロマージュらしいですよね。もう僕は本当でも、リピーターもいるらしく、もう本当に、なんか、まとまってますよ、料理もね。素晴らしいなと思います。じゃ最後にこの、フロマージュですね。デザート。いきます。うん。うん。あ、ココナッツミルクですね。うまい。美味しいですよ。なんだよ。なんだよ。はしゃいでますよ。私、初めての旅行でね。嬉しいね。楽しい、楽しい。元気のうちにいっぱいこうね、楽しいですね。じゃあ、バイバーイって。バイバーイ。